ハッピーファクトリーの鈴木由美です。日本ももうすぐ夏休みですね。今日はスリランカの学校についてお話をしたいと思います。今日のお話は、外務省の、資料を参考に少しお話をさせていただければと思っているんですけども、スリランカの学校って一体どんな学校があるんでしょうか。まずは教育制度について少しお話をしたいと思います。スリランカの教育制度は5-4-2-2制です。義務教育になりますね。初等教育が5年、中等教育が4年、その後に2年の中等教育の後期があります。中等教育は前期と後期と分かれていまして、合わせると6年という形になります。これは全国統一試験O レベルの受験のための準備期間として前半と後半に分かれているというような学習システムになるんですけども、この O レベルの合格者だけが高校に進学できるというような形になります。でさらに高校2年間は、大学進学の資格となるその次に受けるテストの A レベル試験を受けるための準備期間となります。ということで、日本でいうセンター試験のようなものが、スリランカでは、ざっくり高校の時と大学の時と2回あるというような形になりますね。そしてスリランカ国内には、15の国立大学があるんですけども、この大学進学っていうのはかなり難易度が高いと。で、進学率っていうのは全体の約 15% と言われています。で、一部生徒は、本当にごく一部になるんですけども海外の大学に進学したりとか、あとは専門学校とか職業訓練学校に、行くというような、進路もあるようです。今回その中でも名門の女子校を一つご紹介したいと思うんですけども、コロンボの中心部にありますシリマオ・バンダラナヤケ、女子校という学校になりますが、こちらは世界初の、女性首相となったシリマオ・バンダラナヤケ、女子の名前を、学校名としてある私立の公立の女子高校になります。全校生徒は約3200人と言われていて、主にコロンボ市内から、コロンボ市内にある自宅から通っている生徒が多いと言われています。で、自宅から通えない生徒のための寄宿舎のようなものもあるようですね。で、先生は全部で190人いるそうなんですけども、ほとんどが女性の先生と。スリランカでは先生という職はほとんど女性がなるというようなイメージですね。男性先生はその中でも6人しかいないそうです。学校内にはその寄宿舎の他に運動場とかプールとか、あと図書館、実験室、コンピューター室、それから売店などもあるそうです。新学期の開始は1月、で4月のタミル新原新年に約2週間のお休みがあり、8月と12月に約1ヶ月のお休みがあります。日本でいう夏休みと冬休みにとってもよく似ていますよね。それからスリランカは、民族がたくさんいます。多民族、それから多宗教であるということもあって、学校では公用語のシンハラ語とタミル語以外にも英語の授業を受けることができます。また多宗教ということもあり、仏教だけではなくキリスト教とかイスラム教の授業も受けることができるということなんですね。で、その他にユニークな科目としては、例えば芸術で西洋音楽とか東洋音楽、それから演劇、ダンスといったような科目も選べるということで、スリランカはダンスとか民謡がとっても有名なんですけども、やっぱり歌とかダンスとか演劇とか、そういう芸に関しての授業っていうのが好まれますし、選択科目としても自由に選択できるような学校が多いかと思います。それから伝統舞踊のキャンディアンダンスももちろんありますし、またバドミントンとかバスケット、それから水泳など14の運動部もあるそうです。それから絵画とか IT など30以上の文化部、部活のようなものがあったりとか、音楽団体なんかもこの学校はあるそうですね。結構スリランカの学校にしては部活というかクラブ活動のようなものがあるのはとっても珍しいかと思います。さすが名門女子校という感じですね。さらにこの学校では中等部と高等部では日本語がフランス語とともに選択ができるということで、日本語の授業がとても人気なんだそうですよ。
基本的に日本語を勉強する学生っていうのはもう本当に日本に興味があってっていう子供が多いので、学習意欲がとてもすごいです。基本的な英会話ができるようになるともう話したくてしょうがないっていうような、学生が たくさんいますね。で、将来日本への留学とか就職を夢見て日本語を選択するという学生がどんどん年々増えてきています。例えば彼女たちに日本って言えば何を思い浮かべるのって聞くと、富士山とか新幹線、ディズニーランドとか、そういう回答が返ってくるようですね。そして日本語の授業を受けている学生にとって一番の楽しみは日本の漫画だそうで、とっても人気なんだそうです。例えばナルトとかワンピースとか、花より団子、花より男子ですかね。ちょっと一昔前に日本でも流行りました。あの漫画がとっても流行ってるそうですよ。さあそんな感じで、ここのコロンボの女子校、名門女子校というのは構成されています。でも今回ご紹介したこの名門女子校というのは本当にいい学校でして、経済的に恵まれた子供とか、チャンスがある子供にしか行けないような学校にはなっています。一方地方ではまだまだ学校に行きたくても学用品が揃えられずに、例えば制服とか靴とか、交通費とかね、文房具とか、まあ、そういうものを稼ぐために、そういうものを手に入れるために稼ぎに、行く子どもたちがたくさんいます。そういう子どもたちはやっぱり中学校高校の時点で学校を辞めてしまって働きに出るので、どうしても安賃金での労働をして一生懸命体を張って働いて、ね、お金が貯まっても結局それで学校に行けるかと言われれば、次は家族のためにね、お金をこう稼ぐというような目的になっていて、結局学校に通えなかったりとか、まあ、そういう状況の子どもたちもまだまだたくさんいます。都心部コロンボなんかではとっても日本と似たような学校の施設があって、とても質のいい教育が受けられる一方で、地方ではまだまだ、教育の質がままならないというような状況が続いているのがスリランカなんですよね。最近私たちも取り組んでいるんですけども、まあ、Zoom なんかがね出てきているので、オンラインでこう質のいい教育を一斉配信できて、画面の外で子どもたちが学ぶことができたらなと思っているんですけども、そのインターネット環境ですらまだしっかりと通じないというような地方がかなり多いです。2022年、2023年とこれからどんどん時代は進んでいきますけども、何かこの状況を変えられるような、政策ができればなと、私たちもプロジェクトを考えているところではございます。さあ本日はスリランカの学校について少しお話をしてみました。私たちハッピーファクトリーは子どもたちの教育支援を日本でしています。今お話ししたように、特に地方部の子どもたち、学校に行きたくても学校に行けないと、そういった子どもたちのために日本で、経済的支援をしてくださる里親様を探しています。年間3万円を中学校高校の、教育期間の5年間ですけども、子どもたちに仕送りをしていただくことで、子ども1人が大学の、入学試験を受けるまでのチャンスをつかめるというような、そのような教育支援になっています。日本もコロナ禍で大変な時期ではありますけども、世界中で、より良い生活、それからより良い人生を望んでいるキラキラとした子どもたちに、何かこう私たちも一緒にハッピーを届けることができないかと思って、心の豊かさ、そして、笑顔を一緒に届けるような活動ができればと思っています。ぜひ、ご興味を持ってくださった皆様、概要欄下に、動画の説明と、それから私たちが行っているハッピーファクトリーの教育支援活動の詳細を載せていますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日もとっても暑いですが、皆様もどうぞ体調をお気をつけいただいて、素敵な一日を過ごしください。それではありがとうございました。 Have a good day!